2日土曜日夜の洗濯情報をお伝えしていきます。この後の天気の流れを天気分布予想で見ていきましょう。北海道日本海側を中心に雲が広がり雨の降りやすい天気、また北陸付近でも雲が広がっていきます。一部は東北の日本海側でも雨の降る可能性がありそうです。気になる関東も南部を中心に雨の予想がされています。ではお洗濯アイコンで確認していきましょう。広い範囲昼間の時間帯も晴れています。このまま夜の時間帯もお洗濯物 OK というところが西日本東日本と多くはなっているんですが、東京神奈川では心配です。こちらはにわか雨の可能性がありそうですね。また新潟付近では雨雲が流れ込みやすいということで NG、 札幌付近も小さいながらも雨雲が流れ込んでいく恐れがありますので、この後の天気の変化に注意をしてください。夜の洗濯情報をお伝えしていきました。この後も詳しいお洗濯情報はお天気アプリでもご確認いただけます。